ブラバム BT58 はセルジオリンランドを責任者として設計されたフォーミュラワンカーで1989年シーズンから1990年シーズンにかけてブラバムチームが使用した。1988年シーズンの参戦を休止していたブラバムが復帰後に制作したマシン。エンジンはナノジャッド製 V 型8気筒を搭載、タイヤはピレリ。 前年の出走がなかったことから、89年シーズンから導入された予備予選からの出走となったが、他チームとの格の違いを見せつけた。第3戦モナコ GP では、マーティン・ブランドルが予選4位を獲得し、決勝では、ステファノ・モデナが3位、ブランドルが6位とダブル入賞。モデナ自身初及びチームにとって2年振りの表彰台獲得となった。 この得点により後半戦は予備予選を免除された。モデナはその他のレースでも予選シングルグリッドに食い込み才能をアピールした。1990年は序盤2戦を BT58 で戦い第3戦から後継の BT59 にスイッチした。1990年のシーズン中には 来季の1991年シーズンに備え、ヤマハオックス88を搭載したテスト走行も行われていた。ありがとうございます。